オタハの秘密基地。どうもご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダーゴーソ、ゴーソチェンジシリーズ、GC12、仮面ライダーディープスペクターだ <laughs> おー <laughs> 待ってましたいや、これついに発売されましたね。今週は、じゃん !45 ゴーサイコン。 これと、ディープスペクターの武器。デラックスディープスラッシャーも一緒に発売されました。この動画も僕の YouTube のチャンネルにあります。合わせてみてください。さあ、それではレビュー行きましょう。まずはパッケージ、ちょっとじっくり見ていきましょう。おぉ。あのパ、いつもの箱ですね。うん。中にはディープスペクターの本体と、これがゴーストだ。おお、このなんかこの角、ツの特徴あるよね。うん。おぉ、かっこいい。横。 こんな感じ。背面はこのようになっています。全身18箇所が稼働して、仮面ライダーディープスペクターの戦闘アクションを再現せよ。ゴーストチェンジの再現や、フードの開閉が可能。今回のディープスペクターのギミック的には今までのやつと同じですね。この前回発売されたグレートフル魂みたいな、いわゆる変形でこう変身を再現するような感じじゃなくて、うん、まあいつものやつ。さ、というわけで早速開封しましょう。 中を開けると、じゃん中はこのようになっています。あれこれ武器ないのかあの、これね、せっかくデラックスで発売されたのに、ディープスラッシャーないですね。本体とゴーストのみです。うん。トーコンブーストに付属しているサングラスラッシャーでちょっとポーズ取らしてみましょう。こんな感じ。まずは、 じゃんこれがディープスペクターゴーストこれ早速各部をじっくり見ていきましょうまずはこれ全体のカラーリングが紫。各部にシルバーやレッド。あと目の部分とか。あとでちょっとお見せするんですけども、この部分とかね。紫などで塗装が施されています。あの僕が使ってるカメラって紫色がちょっとこう青っぽく見えちゃうんですよね。僕が今こうやってね、肉眼で見る限りは鮮やかな紫です。 このトゲみたいなやつが特徴ですよね。こことかね。ちょっと起こしてみましょう。じゃん。おー。この角特徴的ですよね。なんていうかこう、<laughs> 鹿みたいな感じで、あ、この部分透明だ。ちょっと指入れます。透明なんだね。こんな感じ。仮面ライダーになった時に、このフードが折ります。おー。こんな感じなんだね。 で、これが手。ちょっとこれ、すっぽ抜けるかどうかやってみよう。耐久性。うん。抜けないね、これ、うん。こんな感じになるわけか。このトゲトゲは何て言うんだろうな。どこかこう、あの紫の、まるで炎のような感じですよね。うん。ちょっとこう、燃え、燃えたような感じ。うん。そういうのが出てます。うん。じゃん 他のゴーストチェンジシリーズのスタンドを使っています。取り付けるとこのようになります。スペクターゴーストと一緒に比較すると、こんな感じ。デザインが大幅に変わりました。あとはトレードカラーが何て言っても、青から紫に変わりました。さここに、信長、ツタンカーメン、そして、フーディーニ。全部を一緒に並べると、こんな感じになります。まあ、スペクターの偉人ってこう、何て言うのかな。こう、青とか紫とか、青緑とか。 全体に青みを帯びているのが特徴ですね。さあ、次は本体。じゃんこのようになっています。ちょっとこれもくまなく全身見ていきましょう。基本的な成型色はグレーですね。で、各部に赤や青、紫、シルバー、黒。細やかな塗装が施されています。この各部の紫の部分って塗装なのかなあ、これは成型色ですね。で、この上から塗装ですね。うん。 このゴーストドライバーどうだろうあ、これ。ちょっとトーコンブーストと比較するんですけども、これ成型色がグレーになっていると、なんだかこう、よりリアルに見えますよね。多分造形は同じだと思うんですよね。この中の成型色がグレーのゴーストドライバーは、今回が初なんじゃないかな。これパッと見た感じ、こっちの方が質感がいいんですよね。背面はこんな感じ。この頭部の部分は紫ですね。 顔はいつもの、なんていうのこう、フェンシングやってる人みたいな <laughs> 感じ。うん。仮面ライダー、スペクターの本体と比較するとこんな感じ。このスペクターの本体は、基本的には闘魂ブースト魂。これと同じタイプの本体になっていて、各部がたくましくなっているプロポーションなんですよね。うん。じゃん今まで出ているゴーストチェンジシリーズの本体がついているものが今回で6つ目ということで、全部を並べるとこのようになります。6人いるのでね、3代目的なやつとか、 ムつゴ的なポーズとかね。まあ、そういうのを撮らせることができます。これね、すっごい時間かかった。<laughs> 全然面白くないのに。まあ、可動範囲はこんな感じ。さあ、お待たせしました。ゴーストチェンジ、早速やります。まずはディープスペクターゴースト。この腕の部分、これを反転させて、ここまで持ってきます。そして、頭部を展開。取り付け方はいつもと同じですね。 最後に、フードを下ろせば。完成仮面ライダーディープスペクターおー、このようになります。ちょっとじっくり見ていきましょう。おー、この頭部、すごい特徴があります。で、これ塗装が施されているのは、この真ん中だけなんですよね。なので、このフェイスパーツ、全体はクリアパーツで、ここ見えるかなちゃんとこれ被さった状態なんですよ。上半身。 このゴーストと本体の紫のコントラストが見事ですね。全体的に上半身は紫に見えます。それから下半身。背面はこんな感じ。このギザギザの炎のところが、こう一体感が出ますね。ちなみにこの状態でフードをもう一回つけてみよう。こういう風になります。あ、これはこれでいいかも。 早速ポーズを取らせます。トーコンブーストに付属していたサングラスラッシャー。これのブラスターモードを持たせています。これね、なんか付属してくれても良かったと思うんだけどね。ま、あよく考えたら、デラックスのレビューの時にも言ったんですけど、このサングラスの部分が違うから、色が違うだけだとちょっとこう出せなかったのかなうーん。まあ、武器ないのは寂しいんでね、こういう風に持たせるといいです。同じくサングラスラッシャーのソードモード。これを持たせています。あの、劇中で、 こう敵をこう斬撃していく姿がとってもかっこよかったですね。まあいかんせんこのゴーストチェンジシリーズ顔を横に向けないんですよね。ポーズがかなり限定されます。離れてみるとこんな感じ。本編でこんなシーンあったかどうかちょっと細かいところまであれなんだけど、うん。他のライダーも一緒に並べると良い雰囲気になります。前回の28話でも友のために変身して戦う姿は本当に屈指の名シーンだったんじゃないかなと思います。 あのゴーストアイコンが大変危険なものって言ってたんで、誠兄ちゃんが今から何事もなければいいなぁと思います。次は並べて比較。まずはね、この3体を並べたい。前回発売されたグレートフル魂、仮面ライダーネクロム、そして今回のディープスペクター。ついにこの3人が集結します。いや、いいですね。こうしてみるとそれぞれに個性があります。次は仮面ライダースペクターとの比較。 やっぱりこっちの方が強化フォームっていう感じがしますよね。あとはデザイン以外の玩具の仕様としての主な変更点は、このフードの開閉。スペクターはありません。ここもディープスペクターの再現度がすごく高いです。全部を一気に並べるとこのようになります。フード開閉ギミックのない初期に発売されたゴーストとスペクター。フード開閉ギミックのあるトーコンブーストに、今回のディープスペクターにネクロム。 フォームチェンジを変形で行うグレートフル魂。改めてこうして全部を見比べると面白いですね。みんなどれが一番好きですかっていうか、今ってゴースト終盤なのかな中盤まだ最強フォームって出てないですよね。まあこれは多分中盤といった感じもしかするとまだまだ発売されるかもしれませんね。ちなみに僕は、ああグレートフル、うん、やっぱ、ネックロムもいいしな。 <laughs> ちょっと一番決められないかも <laughs>。グレートフル魂かな。一番僕好きかも。うん。まあ、今回のディープスペクターもかっこいいけどね。最後は劇中に登場するかはわからないんだけど、まあ今回のね、スペクターにまつわるもの。うん。全部ゴーストを用意しました。この本体にね、取り付けてみましょう。まずは、スペクターいこう。このようになります。あ、僕この色合いすごい好きですね。紫で青。うん。 ちょっとね、この竹が短いかなっていう感じしますね。あの昔、トーコンブーストの本体にゴーストを取り付けた時みたいな感じがする。こんな感じ。じゃあ次は、信長行こう。こんな感じ。おーこれはね、なんか似合うと思った。ディープスペクターがもともと紫なんで、これは合う。そしてかっこいい。ツタンカーメンはこんな感じ。これもいいですね。あのー、 こう、あの、こういうこと言ったら怒るかもしれないけど、なんかこの辺がね、あの、お笑い芸人のすぎちゃんみたいな感じがする。うん、でもこれかっこいい。そして最後は、フーディーニ。これはね、えー、っとね、スペクターはほら、黒だから、なんかこう、まとまりがあったんだけど、ちょっとこう、フーディーニのこのゴーストが浮いちゃってるような感じするかな。うん、これも悪くない。こんな風にゴーストチェンジさせるのもとっても楽しいです。というわけで今回の、仮面ライダーゴースト。 GC12、GC 仮面ライダー、ディープスペクターのレビュー、いかがだったでしょうかあの、劇中のようにね、かっこいい姿で、造形も細かくて、僕はすごい満足です。さっきもレビュー中に行ったんですけど、まあおそらく多分もう終盤手前ですよね。気づけばこんなにも商品が発売されて、今回で12。ゴーストチェンジシリーズもあと何体発売されるかなうーん。まあ終盤だと思うんだけど、 このゴーストチェンジシリーズは、あの、こういったね、ゴーストアイコンと同じように、ついつい集めたくなります。そうだな、商品のことで、一つ気になったことがあるとするなら、やっぱりこの武器ですね。まあ、武器が付属しないっていうところだけが、ちょっと残念かなと思いました。他は大体満足ですね。今回の動画、面白かったなぁ。楽しかった参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おー、タファー 俺今度これ買うよ、とか。あ、劇中でね、これかっこよかったよね、とか。あの、来週が気になるね、とか。あの、体が動かなかったの何なんだろうね、とか。さっきの <laughs> シエのポーズよかったよ、とか。他にもね、劇中のあんなことやこんなことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。今週は同時に後ろに置いてある45号スイコン。それから今回付属してなかったね。 デラックスディープスラッシャーなど、僕の YouTube のチャンネルにあります。この動画の後にぜひ見てください。それでは、次の節操の動画も見てくださいですぞ。大玉でした。ありがとう。